松尾ファイトです。今回は新たな競技に挑戦ということで動画を撮っております。元 K1 プロデューサー前田健作さんが立ち上げたエクストリーム1というアマチュア格闘技大会があるんですけど、その大会の競技の一つでもある1分間高速ミドルキック連打チャレンジ挑戦します。1分間の間にどれだけ多くミドルキックを蹴るかという非常に分かりやすい競技となっております。自分の腰の高さまで足を上げなきゃいけないんですね。蹴った足が蹴る足の反対の足よりも後ろにこうついて蹴らなきゃいけないんですよ。しっかり戻して蹴る、戻して蹴る、でこれを早くやると。で大会が6月11日、2回目のこのミドルキック連打チャレンジ、ゲストが吉成奈々香選手になっております。ビッグゲストが来ますね。殴り合いじゃ勝ち目ないけど、これちょっと勝てるんじゃないかな俺。てかね、勝ちに行きますよ。新たなチャレンジ頑張ります。